ということでですね、最近僕の挨拶の音量が日に日に上がってるみたいでうるさいって言われるんですけども、音量下げてください。今回はですね、もうね、僕ね、ほんと一ついいっすか、もう今ね、僕撮影終わったばっかなんですよ。リモートでズーム飲みみたいな感じで料理を教えてたんですけどね、結構ね、疲労が溜まってます。5品作ったんでね、しかもシラフでスタミナをつけたいなと思いまして、これからの季節にものすごい使いですね。生姜スタミナ豚生姜つけそうめんですね、はい、大好きなレシピなんですけども、今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、5品ぐらい作った後なので結構ね、疲労も困憊してます。なので疲労回復の儀式をしていきたいと思います。暑くなってきたのでジョッキに氷を満たします。疲労回復に一番いいもの、顔ぐらいでかいですかね。これで3週間ぐらいは持つと思います。はい、飲んでいきます。あー、ジャック・ダニエルのプロモーションではありません。生き返ってきた。やっていきたいと思います。はい、最近酒飲んでる時間の方が料理してる時より長いんじゃねえかって言われてるんですけども、そうかもしれないですね。まず生姜、10g をね、こうやってね、スライスにしていくんですよ。はい、千切りにしていきます。はい、香りが立つんでね、すりおろしより、千切りの香りが立つんでね、玉ねぎさんね、3分の1本ぐらい、お肉 80g、 豚バラ肉、バラ肉がいいです。はい、油が出てうまいね。このチャンネルね、チャンネル登録者数増えに増えて、今現在ね65万人ぐらいの方々が見てるんですよ。毎回65万人見られてるのかと思って、プレッシャーがすごいんですね。やっぱりそのプレッシャーをかき消していきます。あー、よし、まだ戦えるぞ。小さじ1ぐらいかな、ほんと少しでいいです。はい、油回します。今日はね、ネギ入れますけど、別にネギなくても美味しいですからね。ネギたくさん食べたい方はもっと入れちゃってもいいですよ。このチャンネルはね、皆さんのご意見もね、積極的にね、取り入れていくんですけども、唯一聞けないですね、ご意見はですね、酒飲むなです。グラス持ち出したらシークバー動かしてください。で、豚肉があらかた温まったら、生姜ね、今日はね、10g ぐらい長ネギも入れちゃいましょう。はい、炒めてね、香ばしい香りをつけていきます。もうね、今ね、すっごいいい匂いがしてます。薬味のね、炒まった香りってすごいですね。この炒まった香りを、楽しみながら飲んでいきます。あー、戦えるぞ。まだ炒まりましたら、お米濃縮のめんつゆ、水 100cc、 再現大体 30cc、で沸かしていきます。で、沸かしている間に、そうめん、そうめんはね、普通に茹でちゃって大丈夫。あとね、水で締めますね。今回つゆはね、1人分、豚せいろみたいな感じですよ、これね。湯がいたそうめん、乗っけていきます。はい、スタミナ豚生姜つけそうめんの完成です。せっす。はい、それでは できましたので、早速やっちゃいたいと思います。これです。いただきます。暑い日にはやっぱこれでしょ。じゃあ、すくってたっぷり汁につけた、つけそうめん、いただきます。あ、やば、うまっ。つゆのうまみがすごい、どかどか。うん、豚のうまみと生姜の香りってすごいなって思いますね。酒のうまみも加わってるんですよ。うん、味付けはね、ネギも似てるのでね、甘いです。焼酎とかも合いそうですもんね。いくらでも進みます、これ。僕クラスになると、この汁でね、あ、汁で酒飲む、ぜひ皆さんもやってみてください。
ということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。まあね、思いの通りにやってしまいましたけども、目指すのが一つですね、楽しく料理をして美味しいものを食べようっていうとこだけですので、ぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。